はい、どうもサッカンです。 MLB ザショー鈴木やっていこうと思います。今回はですね、2倍デーからスタート、ポイント2倍デーですね。では、1試合いきましょう。お、2番レフト、なんかかっこいいな。はい、行きましょう。ロードの方が打率がいいんだ。なるほどね。マスト系が多い。Now a swing and a ball chop foul right at home plate. HR, we take a look at the home line as they take the field here tonight. They've been mired in a team-wide slump of late as with the loss last time out. They've dropped eight. Okay, 一瞬打球を見失いました。野球じゃない、ゲームで見失うとは思わなかったけど。間に合うやろ。よーし、スリーベース、30ポイントいきなり手に入った。OK、幸先いい。最高の流し打ち。いいね。足もそこそこ速いからね。上げといてよかった。ケニー・バーゲス。ケニー・バーゲス。打つかな。おっと、フライか。取った。タッチアップ。OK。うわっ、あれだけで22入るんだ。いいな。さあ、守備機会。フランク、なんていうの？マティスかな？フランク・マティス。ファストボール。間に合え。取った。取れたね。オッケー。ちょっとプレー来るんかと思ったわ。ちょっと待ってよ。いきなりだけでちょっとリプレイをね、ちょっと見させてもらいましょう。これややこしいやつや。これはこれだ。なるほど、こういうふうに撮ったのね。あ、なんかでも基本に忠実、体の前で撮るっていうね、外野手は。これどうやったらあれできるの？ズーム。あ、これか。これやるけどさ、結局使わないんだよね。これで、これだ。もうちょい引きたいな。はい、終わり。さあやりましょう。飛ばしてくるかな。あ、ミスだ。グー。サックボーイ has it and I'd be surprised if they send the runner and even with two away now that ball よし。同じピッチャー。サックボーイ now move over to first runner is back。あ、すげえな、あれ。盗塁、うまいな、あいつ、一塁。メジャーレベルじゃない、あれ。おっと。アウト臭い。セーフか。あ、この人、足速かったんだね。遅そうな顔してんだけどな。メキシコの中距離ヒッターみたいな。さあ、進塁だっていうか、ランナーを返したい。一番ダメな、あ、一番ダメなのあれか、ダブルプレーか。まあいい。うわ、21ポイント。
ボンダで。引っ張ってしまった。これフライだ。うわー、2ポイントだ。やっちゃったよ。最低でも2桁いかないと。スプリッター、うん、ツーシームしか投げない。なんか若干ライアンみたいだな。大げさじゃないけど、ガクってなる。ここ、うわ、綺麗なセンター返し、最高。うわ、綺麗。審判も見逃しやすいでしょ、あれ。見逃すってのはその当たらないようにね。ちょっと盗塁してみようかな。あ、遅い。あ、フライじゃないこれ。あー、戻れ戻れ戻れ。ホームラン？ホームランかい。ホームランだったの。あ、そうですか。アウトカウントを見てはいなかったけど、フォースルーでけえ。すごいな、あの弾道が。ちょうどホームランだ。なんか昔こんな選手いたって、なんかメジャーリーグメーカーに乗ってたな。歴史で、歴代のパイレーツだったかな。これ使っていこうかな。あ、同じ選手か。あ、違う。あ、OK!OK、OK、OK。いいバウンド。ちょっと運がいいね。6! 運が良かったから？ちょうど野手の手前で跳ねたんで、入ったっていう。サッカーのゴールとかでもあんなあるね。ちょうどキーパーの手前でバウンドさせるみたいな。打つんでしょう、どうしよう。え、三振。おお、まだ試合続く、よかった。さあ、ルックアウト勝てるかな。5点差はあるけど、なんかゴロになったらホームかサードやな。あ、いや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 、やばい、まずい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 。あ、あぶねえ。2倍でをうまく活かせたのかな。あー、でもいまいちかな。ちょっとクラブハウス戻ろうかな。さあ、また少し飛ばしていきます。まあ、あ、でもあんま飛ばすとな、もう終わっちゃうんだよ、シーズンが。もうないもんね、この後。この MTG、なんていうのかな、モントゴメリーシリーズを やろうか。じゃあ。ここまででいいのかな。行こう。お、なんですか。あ、ちょっと待って、それ。なんて訳しましたら、どこかの球団で、ルックアウツからマイナー選手としての契約延長オファーが来るはずだ。ただし、マイナー契約なので、年俸は高くない。っていうふうな、ことが、エージェントから来たということで。そして一番上が、それでも構わない。で、真ん中が、もう少し交渉するべきかな。で、最後が、プレイできるだけで幸せだ。もう少し交渉するべきかなって。でも言いたいっちゃ言いたいな、あんだけ打率残してね。一応今リーディングヒッターですかね。リーディングヒッターって意味合ってんのかな。まあ首位打者ですよ。それでも構わないにしようかな。聞いてみよう。それでも構わない。あ、じゃあ間違えた。もう少し交渉するべきかなって言おう。そしてどうなったのこれは。
待てよ。飛んでるこれ。あ、交渉すれば少し上げてもらえるかもしれないが、押しすぎない方がいい。実力をつけていけばいつか見返りが来る。っていうふうに書いてますね。まあ、ちょっとした忠告で終わったぐらいですから。A young team gets some extra coaching up from their skipper before the first game of a very big series. ああ、2倍でね。まあ、また来たということで。やりましょうかね。うん、2番、レフト。さあ行きましょう。ジャクソン・ジェネラルズ。意外とこの何深緑みたいな色のチームでないですよね。アスレチックスは結構明るいし、あでも結構深緑かな。黄色入ってる時点でちょっと明るいけどね。ファスト系が多いんだな。やっちゃった。落とせ。2倍でうまくいかせません。Sackboy is there and they go down in a hurry here as his side is quickly retired. So a good back ending here after the five run outburst last time around. The left fielder number 7, Ari Sackboy. Ari Sackboy. Yeah, it's one away now as he swings and misses here at strike one. Man, he got him out front on that one. That was a beautiful pitch. Really taking advantage of him. I had him reaching a thin air. まあ、ついね、ボールダウンばっかじゃん。同じようなところ投げてる。当たりはいいんだけどな。まあ当たりよかったらポイントは高いですね。まあ、ポイントさえ入りゃいいんだけどな、実際。マイナーリーガーなんで。育ちはいいんですよ。OK。取りやすい球が来てる。いいね。結構かっこいいな、ジェネラルズ。あのシンプルなのが結局野球のユニフォームって結構ね、かっこいいですよね。あ、内野かこれ。おお、お前守備範囲広いな。ショフトみたいになってるけど。Stepping in and ready for another shot, Michael Hipper. One for two with a double on his line. どっちなんだろう。あげんのかな。And here's a ball hit in the air. In there, a base hit. So the leadoff man reaches in their half of the sixth. Ready once again, Ari Sackboy. He started out the evening 0 for 2 so far. Sackboy.さすが今のはボールだな。アメリカの国旗がすごい2本もあるけど、あれなんであんな浮くんだろう。なんか間違えたかな、ボタン。あんな風に内野に打ち上げるってなかなか難しいとは思うんだけど。Looking for the strikeout. Here's the 0-2 pitch. Skied in the air to straightaway left. Sackboy will settle under it. Ah, サード投げた。やっちゃった。The runner will have to head back to first. Digging in and looking for more. Michael Hipper, 2-for-3 with a double on his line so far. In the air. 取れるかな。Sackboy. 取れた。よーし、あとはヒットが出るかどうか。3の0とか2倍デーなのにもったいねえな。
うわー、終わった試合。うわー、低い。With the postseason approaching, a recently cold hitter is challenged to step it up for the team. 何これ何これ、ちょっと待ってね。はい、役がですね、今こそ打者が進化を発揮する時だぞ。君のその力が必要なんだみたいなことですね。なんかちょっと見切れてて分かんないんだけど。あ、その、君にその力があることは分かっているんだと。言っていますね。そして、まあ、まず一番最後は分かってますみたいなことですけども、一番上が最近はどう調子が良くないんだ。あ、最近はどうも調子が良くないんだ。で、二番目がすぐに問題点を修正するよと。最近ってかずっと調子悪いんだけどな。問題点を、ちょっと相談してみようか。His coach offers some tips, hoping the player can find a way to flip the switch down the stretch. 調子悪いんだよねーっつって。メガネかけたか？うん。ね、もう少し打席で球を選ぶようにしろ。辛抱強く一打席一打席に集中する、するんだ。君は優れた打者なんだからなと。言ってますけども。まあ、その通りですな。ああ、そうだな。ということで。カレンダーを見ましょう。ここまでもう一回飛びましょう。ですね。負けが混んでますけども。さあ、少し、能力上げましょう。さあ、コンタクトを上げようかなと思います。右打者の、あ、右ピッチャーの。に対するコンタクトを上げようかなと。極端に左に弱いなって感じしますけどね。で、フォームもちょっと変えてみようかな。ちょっと飽きたな。はい、バッティングフォームを変えてみようかなと、思います、レジェンドスタンス37って表記されているものにしようかなと思うんですけども、誰のかちょっと分かんないですけども、低すぎてストライク入りづらいだろう作戦をやっていこうかなと。まあ、さすがにそんなんで効果ないなと思うけど、まあ、ストライク入りづらいだろう打法ですね。低すぎてストライクが入りづらいだろう打法、これやっていこうかなと。まあ、どうなんだろうね。ストライクゾーンでも絶対変わるよな。肘の高さ変わるから、まあ、わかんないけど、まあ、これで、どういったら選択だ。あ、 OK できた。さあ、設定いろいろ終わりましてね、試合をやっていこうかなと、思います。相手ハンバーガーのチームだな、これ。モントゴメリー、俺は1番レフトですね。はい、行きましょう。coming up, we've got a good matchup in store. coming to the plate now, Ari Sackboy. ホームラン9本。大して変わってねえな。右肘？カッター、スライダーとか多いな、なんか。ファー。カットボールか。止まる。ちょっと前の日本だったら、二段モーションですよね、あれ。完全に止まってるもんね。もう、まあ、日本でももうなくなりましたけどね、もう。99マイル。早い。綺麗な打球だけどな。同じピッチャーね。オッケー。いいヒット。
OK, OK. なんかこの打撃フォーム あんま味ねえな。なんかただの外国人のフォームって感じがするんだけど。もう一個目星つけたのがあったからそれにしようかな、後で。やっぱ見栄えは大事だな。なんかそう思うんですよね。三振か。さあ今日は2-1。相手は99マイルピッチャー。ど真ん中投げてきた。打ちゃよかった。コーチが見れって言うから。あー取る。いけいけいけ、間に合う。あー無理か。1球目見逃して2球目のあの厳しい球振るってのは一番怒られるんじゃないかと思うけど。これはあれを使おう。あれ使ってもダメなんだ。ミスった。うわ、やっちゃった。OK、 今回は OK。 あー、でもプラマイゼロだよこれ。今さっきマイナス8だっけ、7だっけ。7だったら0なんだけどな。ホームラン。飛ぶね。4-1。球速そんなないな。ああ終わった。何これ。さあこれ4連戦だっけ。何連戦だっけな。これをまあやっていくんだけど。ヒット1本でも打ちてよ、多くね。取れ、あ、ちゃんと。OK。ストボール。よし。オッケー。やっぱファストボールとか飛ぶんだな。あれ、俺4番？ダメか。打ちたいな、ホームランをね。ボール球かな。
あー違う、ツーシームか。ツーシームでストライク入ってんだ。The wind up and the O2 pitch. あ、振った？ガー！振ってるか。振ってますか？止めたような気がするけどな。これを嘘、何それ、当たんないとかあんのあれ、何それ、一体でしょこれ。おお、ホームラン、やった。いやいやいや、あの大ファールの後やっぱ打つよね。ピッチャーもやっぱ意識するよ。いやースプリットの三、あのね、空振りは恥ずかしかったけども、ちょっとおお、なんかボンズみたいなことやってるし、おお、うわかっけえ、あのフォロースルー、うわ巻くように、最高。もうこうなったらやることは分かってますね。そう、リプレイ保存してえな、これこっからこうスタートしてパコーン、ここ、あー、これちょうど当たる瞬間来た、ここだよ、ここ、これもちろんうまく操作できればいいんだけどな。こうズームしてでね、これでもこういうサムネリもう一個作ってるからな、この後行こうか。これこれだ、どのアングルがいいかな、この後顔見えねえんだな、これ。なんかオカマみてえだな。こっちかいいかな。そうそう、これ。で、上に少し上げて。これが限界かな、こういう感じ、いいね、最高。これなんか右側に文字書けますね、これ写真で一言じゃないけど、いやいいな、オッケー。で打球は、うーわ最高、このアングル、パッコン、どこ行った球は、こっから確認できんのかな、え見えなくない、これでちょっと合わせてみましょうか、 OK、パッコン、こういう放物線だって、おお、たっけー、照明の高さまで行ったんだ、まあ全然距離は足りてないけど、この球場周りなんだこれ、森ばっかだな、逆光なっちゃってる、おお、ある意味場外ってことですよね、場外だね、あ、消えた。あらららら、まあいいや。なるほどね。待って、何がなるほどねなんだ？さあ、今日はホームラン打ってますよ。
2桁ホームランに届きました。またいったんちゃう。おはは、2打席連続ホームラン行くやん、打てるやん。おお、なんかやってる。うわー、このピッチャーいいね。いやー、おお、なんかやってる。あれいつ決めたんだろう。日本でもね、あの見る機会ちょっと増えましたけどね、日本人同士がやってるみたいなことも時々ありますし、バスケが結構やりますな。うわー、飛ぶねー。うわ、誰か取ったし。うわ、最高やな、この映像。撮ったやつ誰？黒人の方が、え、すげえ。すげえ。ボールが来て、こいつで合わせて、あれ。いった、あ、違うな。これちょっとプレイヤーになってんな。あった。で、こう言って、サックボーイの球を、え？どうなったのあれ。もうちょっとズームできないの？ R1 で、あ、これでズームだ。こう言って、え？これなんだよ、これ。肘に当たってんのかな、イメージ。いや、かなり離れてるような気がするけど、ここに誰かいる。怪奇映像だよこれ。で、おじさんの手になんですっぽりはまるんだよ。それで見てください、これがその瞬間です。嘘。うわー、螺旋岩みたいに回ってる。うわ、笑顔。あー、親指がずる。取らんのかい、結局。うわ、何あれ。うわ、めっちゃ回ってるけど、螺旋岩じゃないのあれ。あ、パーカーが16だ。MLB 社、雑賞16って書いてある。パーカーが。17なのにね、この作品。こういうのもあるんだ。もうずっとこんなんやってるわ、もう。付き合わされる身にもなってくれって思ってんだろうけど。ピッチャー変わってるかな？さあ、ホームラン打ちたいな。チェンジアップ。低めのチェンジアップ。フォーシーム、遅れ気味。アウトコース遅れ気味ってことは、なんかドアスイングやってるのかなとかって言い出すんよね解説者の方はそういうこと結構言いますけど。さあ、何が来るだろうか。あー、取ったか、くそ。うまいな、やっぱセカンド。大体取るな。ああ。いつもは地味な活躍ばっかなのに、今日はホームラン打ちました。2本も打ちましたね。オールドスタイルだな、右のやつ。いやー、今回よかった。あ、これじゃねえや。Welcome to MLB The Show and this presentation of Minor League Baseball. Digging in, Ari Sackboy. 2桁いってますね。打率も3割4分。Ari Sackboy.
カーブ。カーブとファスト系。ダメか。取るか。フォーシームの確率がなんか高いみたいな感じじゃないのこれ。チェンジアップ。なんであれ振るんやろ。コーンって当ててもいいんだけどな。あー、ツーストライク追い込まれた。カーブ来そうなんだよね、ここら辺に。わー、危ねえ。ファウルになった。あれで三振取ろうとしたのかな。確かに球速そこそこあるしね。出た。あー、予測してはいたんだけど。やばいな、全部振ってんだ。ボール球振らされてるわ完全に。まともに来ない、ストライクゾーンに。ダメだ、今日は打てないぞこれ。高めに外すんじゃないかな。ああ、外したか。こいつわざとやってんな多分。引っ掛けてんじゃないんだと思うけど。カーブかチェンジアップじゃない。チェンジアップか。フォーシームは外すんかな。危ねえ。カーブか。絶対フォーシーム来る。ダメだ。まあでも来ましたね。まあさすがに来るか、あんだけ遅い球続けた。いやー、今日は結局打てずに。よりピッチャーだ。最悪なパターンだ。最悪なパターンだ。うわー、それは2回もチャンス潰してるからね。天国から地獄だよ。うん、スターの日々が3割4分から3割3分になってる。さあ、球速い。96とかじゃない？おお、本当に当たった。え？なんて書いてある ?95? ダメだ、フライだね。ん？久々。どっちでしょう？オフスピード。ホームラン？あ、ホームランだ。うん。On a two-strike count with two away in the inning. Now at the plate, Ari Sackboy. He's 0-1 thus far. Sackboy. Here comes the first pitch. And no swing apparently. Ball one. Okay. チェ、いや、カットか。カット。And the 1-0 pitch. Hit hard on the ground. Okay. きれいなヒット。First hit of the game.よし。うん、いいですね。どうせ盗塁させてくれないでしょう。打つんでしょ。おわ、フライか。結構危ない送球するな。エラー起こしそうだけど。
フォアボールかな。3-1。エスコバー三振かな。三振、さあ単打でもいいんだ、帰っていくけども、こっちとしては。大丈夫、間に合う間に合う。よっしゃー、 OK。 うわ、ステップほとんどしないんだな。なんかスイッチヒッター多いな。結構実況で聞くんだけど。あら、ホームラン多い。ああ、飛ぶな。カッタースライダー。ダメ、打ち上げちゃった。ボール球ですか。ボール球だろうな。あ、見れないけど。あ、ボール球だ。進塁だ。あ、なんで振るんだろう。怪しいもんな、こいつ。スライダーとかで投げる角度がおかしいんだもん、まず。同じ人が投げたね。スライダーばっか使うのかな。今のもスライダーだな。もう完全にプルヒッターだよこれ。今日もいまいちだ。あ、終わりましたね。さあ、もうシーズンが、終わりましたね。どうなるんでしょうか。ちょっとセーブしてみましょう。さあ、ネクストって書いてるけど、なんて、ちょっと待って、なんて書いてんだこれ。なんか翻訳してもね、なんかいまいち。 Google 翻訳したんだけど、なんて言うんかな、日本語になってねえっていうか。まあなんとなくその、2位で終わったんで、ポストシーズンを戦わないといけないみたいなことなのかなと思うけど。何これ、マイナーリーグプレーオフ、シミュレーションの、あ、やっぱそういうことですね。ポストシーズンに入りました。うん、なんか頑張ってくれみたいなこと言ってんでしょうね。さあ、ジェネラルズとのポストシーズンに入りましたね。ちょっと待って、これ戻れないのこれ。あ、プレイゲームなんだ。さあ、ポストシーズン第一試合。ああ、18歳なんだね、まだ。そういや、上出来だろうなら。ランニングファスト、うわ、若干動くやつがあるのか。いったろ。おはおいった。どうだい、ポストシーズン第1号。しかも初打席初球、なかなかないでしょ、初出場で。先制点かな。うわ、おどけてるわ。日本の歌舞伎とか言ってんのかな。
馬鹿にされるわ。うわ、振るね。うわ、ライナー性だね。さあ、若干ボール気味でもないのか。ちょうどいいあたりに来たんだね。さあ、越えていきました。ヒットです。いいですね。うん、フォーシーム。さあ、ワンアウトですね。三振臭いけどね。ああ、打ち上げた。ヘルメット汚ね。スチールベース。やべ、早い。いやー、初回オッケー。ちょっとギリギリだったけども。オッケー。さあ、ランナー二塁に行った。フルカウントですね。これはもう自動で走るんでしょ。ホームラン？ホームランくせえぞこれ。おお、入った。オッケー。打ちそうなフォームだもんね。さあ、2の2です。ランニングファーストにすごい振ってるけど、あー、ゴロっちゃった。あー、ちょっと守備機会ちゃんとやれるかな。ファーストバラ飛ぶと思うんだよね。Fly ball out to straightaway left. Sackboy moves over. He's got it, and there are two down now. And he will scurry back to first. あの怖いんだよね、あの助走つけながら取るやつ。落としそうなんだよね。Michael Hipper, two men on, two away here in the fourth. Set to deliver on nothing and two. Here it comes. Skied in the air to straightaway left.取れよ。オッケー。さあ、3の2。満塁。意地でも。ああ、ファーク、ダメだ。いやー、ギリギリダメだった。バレンズエラかっこいい名前。メキシコでしたっけ、ピッチャーでいましたね。あのスクリューのね、選手生命短かったけど。ちょっと狙いでいくか。フォーシームは低め。まあ、振ってもゴロになりそうだけどね。うん、ツーシーム。なんでそれ振るかね。セーフ。まあ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 、進塁打になりましたけどね。ツーアウト。長い。うん、5の2ですけど、ちょっと調子悪いのかな。打てないけどね。
振りすぎた。もうちょっとゆっくり。ダメ、ボール球です。インコース高めのボール球。いやー勝ちましたね。でもうん、まあまあポストシーズンですから勝っちゃいいですね。お、何これ。あー、こっちか。まあそうだな。あれ、終わってますけど。あ、まだやんの。あ、戻んだ、いちいち。あー、じゃあ今回はちょっと中途半端ですけども、ちょ時間的にね、この辺でちょっと終わろうかなと、思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次回サッカーのゲーム実況 MLB ザショー17でお会いいたしましょう。さよなら。